こちら神戸市北区アリの中町3丁目、以前あった、あの辺りにですね、小さな、4畳半ぐらいの、コンテナというかプレハブのようなものがあって、放置自動車がこうずらーっとこう並んでる状態の場所だったんですけども、まあ、こちらの撤去も、まあ撮影して私の方で動画で公開して、まあ、行政の人たちに国会議員や、地方議員の人たち含めて、呼びかけることによってで、このように、撤去、終了しました。で、丸亀製麺さんのところももともとは、まあ、ここは、まあ、その中古車の、置き場だったんですけども、あちらも、できる前まで、あの辺り一面まで確か、溜まっていたと思います。まあまあ、この辺りに関してなんですけども、もともと阪神・淡路大震災が1995年にありまして、それまで、岡場駅から神戸電鉄、神戸市北区の、岡場駅から田尾寺駅までの、この区間、ほぼ、9割ぐらいの面積が、一面畑だったんです。岡場駅のすぐ近くにある交差点の、まあ、角にあるトヨタの、お店ですが、あちらももともとは、畑でした。まあまあ、それまでにトヨタの店舗ができるまでに、何回も他の、まあ、家電メーカーだとかいろんなところに変わってるんですけども、これもともと仮設住宅はこの辺りでどこでできたかって言ったら、岡場駅の、藤原台のところにできてたんです。で、そこを退去を自由意志で、まあ、隣の家の声とか、板一枚で丸木声で、まあ、生活するのもなかなか、まあまあ、間一個、空き部屋作らなかったら、なかなか厳しいという状況があったんですけども、その辺が進んだら、もうそのままいたい人はそのままいてもらうような形で物事を行っていれば、その後、ステップガーデンっていうのも建ててるんですよ。で、もともと人口は49年前から少子化が始まってまして、本日は2024年、10月20日なんですけども。だから人口は少子化してるのに、新しく店舗出したところで、もうずっと倒産続きなんですよ。そこのトヨタショップのところが昔緑電化さんだったんですけども、そこも抜いてもらって、この辺りに、まあ、上新電機さんがありますから、ということで、まあ、抜いてもらったんですよ。私からの提案で。で、そうじゃなかったら、共倒れになりますから。で、まあ、もともと、まあ、まあ最高の効率性で言いますと、まあ、もう今はもうイオンモールのところに新しく家電メーカー店ができてしまったんですが、一番上、閉鎖状態だったはずなんですよね。そこは空きがあったら何かを店舗を出したがるっていう、その癖、本当に全員が辞めなかったらどうしようもないんです。人口の統計自体が間違ってますから。1億2000万人の話は第二次世界大戦の前の頃の話で、朝鮮半島と、台湾、合併していて、満州国に関しては一部中国の首都北京の近くですので、そこそこ人口密集地帯なんですよ。それプラスそこまでで大体1億人ぐらいで、それプラスフィリピン込みで1億2000万人、インドネシアの一部と、まあ、それで1億2000万人ぐらいです。ホームページは IK 付けの利益の51番見てもらったら分かります。高校野球は大体の高校にあるんですけども、まあ、高校自体が日本全国でそんなに多くないんですよ。それ見ただけで、あ、人口統計、この人の言ってることの方が本当だなっていうことが分かります。その人口統計、行政が発表しているフェイクの情報を見てしまうと、もう何もかもめちゃくちゃになります。ずっと出店を続けようとして、意もしない人口を信じて、これが事実です。